皆さんどうもこんにちは、アンエンユリです。ということで今日はドンキホーテ購入品YES YES めっちゃ前に一回やった。久しぶりにドンキホーテ購入品紹介します。はい。なんかそんな買わないかなって思ってたけどめっちゃ買っためっちゃっていうか、うん、買った。家の荷物多かったから、うん、なんかあんま買わないっておこうって思ったけど、うん、なんだかんだ買った。なんか楽しいよね、やっぱドンキって。でも犬の必要は必要なものだけど、私もまあ必要なものだと思うえ、おもろいよ、なんかいろいろ買った。いろいろあるから幅広。確かに。じゃあまず一つ目、これ何？はい、ワンちゃん、ワンちゃんのガムですてか、レシートをもらうの私たちどっちも忘れてて、最悪、本当に最悪、本当にごめんなさい。でも、私は全部で8000円ぐらいだった。8000円ぐらいか。8000円ぐらいかもね。確かに。入ってみたいな感じ。でも、はい、これ買いました。私、ワンちゃんのこれガム。これはワンちゃん製品のやつで、ワンちゃんのガムとかめっちゃ売ってるよね、ドンキって。ワンちゃんのご飯、犬のご飯とか猫のご飯とか。で、これを買いました。安かったと思うんだよね。22本入って。ガムはね、必要だから、やっぱ動画、撮ってる時とかもさ、撮ってるのかな、撮ってるの。まあ、ガムにはそんなこだわってないんですけど、これ量が多かったので買いました。じゃあ最初はカラコン買いに行ったんですけど、ドンキといえばカラコンだよね。なんと朗報です。朗報だよね、いい。え、めっちゃ朗報。あれ、え、なんと韓国のブランド、韓国のオーレンズが日本にで買えます。ただこれの、これをいるのはずっとネットで買ってたの。びっくりした、さっき同期行ったらこれが置いてあって、これともう一個の多分アンナが買ってたやつ の、うん、あのシリーズが入荷みたいな感じになってて、やばい、激アツ、激アツ、マジで。だから今度からもネットで買わなくていい。ね、私これマジ、私的にもめっちゃやばくない？やばい、オーレンズがあるのはガチで熱い。韓国の有名な人気だからオーレンズショップなんだけど、ブランドあるよね、もうオーレンズ、オーレンズって。今回はもういっぱい買えるからため買いしなくていいやと思って。やばくない？オリーブ色ずっとつけてるのと、あれは新しくヘーゼルっていう色を買ってみました。え、これ買ったかも、ヘーゼル使ってた。結構色いい、色良かった気がする。てかオーレンズめっちゃいい。いいよね、全体的にめっちゃいい。しかも着色が本当に小さいからめっちゃ漏れる、ね、マジで漏れる。ナチュラルにハーフとか、マジ漏れる。色素薄いにしたいのはもう絶対これ使った方がいい。本当に漏れる。あ、もう絶対渋谷のカラコン、カラコン屋ってか行ってください。そうだね。これはなんか普通に買ってみたんだけど、これはドンキのカラコンは2個買えばお得みたいなやつ。え、そうなんだ、1プラス1って。きなこれ買ったらいくら、これより、あ、安くなるってこと。そうそうそう。へ、すげえ。これはティアモンパールアッシュなんですけど、え、これは着色が結構ちっちゃかったんだよ。へぇ、12とか 12.6 とかだったかな。この色結構良さそうだなと思って2個買った方が安いってなってたから買ってみた。あ、同じ色を2個買った。そう、同じ色を2個買った。ここのティーアーモンの中では大きいのもいっぱいあったけど、ちっちゃいのもあ、あるんだ。そうそうそう、いいね。じゃあ私はこれ、はい、ごめんね、素肌。これね、一回買ったことがあって。あ、買ってたね。そう、めっちゃ良かったの。へー。なんかね、あの、良かったっていうか、朝の時間ない時にやるのにはすごいちょうどいい具合の潤い感、うん、と、なんかデコボコしてるんだけど、これが。マスク取った後にこうやってあの腹拭けるのと、めっちゃ良かったんだよね、これ。ほら、8分の集中ケアで8時間熟睡したような肌に。本当って思うじゃん、結構。あ、これはなんかいい感じだった。本当なんだ、7枚入りだって。これね、ドンキでも売ってたからもう秒で買った。だってもう秒でなくなったもん、1週間で朝使って。これいいですよ、おすすめです。これ買いました。ごめんね、さ、次はシャンプー買った。シャンプー、これアンドハニーって読むのかな。これコスメ、アットコスメ、コスメアワード1位のやつでさ、間違ってトリートメント買っちゃったやつ。あー、もっとシャンプー欲しかったのにトリートメント買っちゃったんですよ。これ足いいんじゃない。え、やばい、こっちじゃない。しかもダメージだ、ダメージヘアにゆりのちゃんの金髪するで、シャンプー違うの使ったんだけど、これを
よかった。使ったことなかったんだけど、この前友達と泊まりたらこれたまたま使ってて、めっちゃトロトロで泡立ちも超いいし、なんか流した後の辛みとかもなくなったんだよね。やっぱ口コミって大事だね。そう、本当にしっとりして、シャンプーだけした後でもなんかトリートメントした後みたいな感じだったから、めっちゃいいなって思って。保湿がすごいんだよね。なんか蜂蜜みたいだよ中身が、うん、なんか超しっとりこうドロン、なんかぬめみたいな、ドロンみたいな。ガチなんだやっぱ口コミって。ガチなんだ、うん、泡が超気持ちよくて、このシャンプーもう1日だけしか使ってなかったけど、これと続けてみようって思ってやっと買えました。じゃあそれに続いて私は柔軟剤買いました。ファーファーファインフレグランス、おーいい匂いって感じだよね。なんかちょっとお花のいい匂いする、うん、マジで。だってウォーミングブーケの香りだもん。いろんな柔軟剤使ったけどファーファーが一番いい気がする。ファーファーめっちゃいい。うん、大好き。これの青だわ。いいよね、ファーファー。いいよ。なんでファーファーにしたかっていうと、女子高生たちがみんな柔軟剤はファーファーでしょって言いながら買ってて、そんなファーファーっていいのって思って。ファーファーなんだ、女子高生だ。柔軟剤はファーファーだよねって言ってたから買ったら、ガチでよかった。じゃあシャンプーシリーズ、ダダーン。あの使い捨てワンデートライアルシャンプー買いました。1個はこのオーシャン。うん、なんか有名だよね。オーシャンのシャンプーめっちゃいいらしい。いいんだやっぱり。すごいしっとりまとまる髪、好きになっちゃう香り。何それ何それ、チャラい。いいらしい。でこれはなんか普通にジャケ買いなんだけど、カラーダメージケアリペアシャンプー。これはね、ジェイダってさ、服のブランド。服のブランドじゃん。ね、見た目で可愛くて買った。センシュアルオスマンサスの香り。何の香り？わかんない。わかんないけど。おしゃれ。こういうの絶対買っといた方がいいよね。ね、マジで。銭湯とかもやってる。絶対使った方がいい。そう。なんかそういう系がなんかドンキここ何こんなんていうの、ミニモム系売ってるんだね、うん、と思って。入浴剤をバカみたいに買いました。あ、これ1個のつもりだったのに2個買ってます私。どーん。1個ずつ。はい、これ肩こり。何これ、薬用風呂、うん、これは発汗系、20分で汗出るよって。でこれはサウナに入った気分、大量の汗が出るっていう。出ません。2個で、これも発汗系。さっきの種類違いでしょ。でこれはなんか薬草のお風呂、ニキビとかはいきますよみたいな。いいね、肩こりみたいな。まあ温泉みたいなことだよね、もはや。入浴剤でさ、でかいさ、よく売ってるじゃん、カンカンバスなんとかとか、でかいの、うん、あれをさ、使い切るには飽きるの私ね。あ、だからもう1個がいい、ね、そう、1個系マジ最高。100円ぐらい100円ぐらいだと思う、1個。これ気になるくない？やばそう、熱いな。やばくない？サウナ気分のお振り、汗たっぷり入浴お振り。お振りやばくない？やばい。でもさ、あの私お風呂長居したいタイプなのね。お風呂浸かるならどんくらい？マジで40分とか30分とか入ってるの、水持ってって。なんかドラマとか YouTube とかめっちゃ見ちゃう。まあまあ集中できるよ、ね、TikTok とか、うん、ねえ。でもこれ20分で発汗できるんだって。脂肪メラメラだって。でもいいんだよね、お風呂って。そうだよ、温活温活。次はあちゃんお風呂。だだーん。海外系があるから好きなの。それめっちゃ買おうか迷った私も、そのシリーズ。これゲインシート、乾燥機用柔軟仕上げシートで、めっちゃやばいよね、これ。うち乾燥機もかけるんだよね、タオルとか細かいなんか、うん、靴下とかは。それの時にいつも入れるんだけどね、もうし、これやばいよね。やばーい、もう食べたい。匂い超強い。これも1200円ぐらいだったんだけど、結構持ちがいいから120シート入ってて、すげえ。1回に2、3枚入れるんだけど、もうね、乾燥室っていうか何、もう洗面室もいい匂いになる。めっちゃやばいよね、うん、だから気に入ってる。絶対買った方がいい、これ。そう、私も買おうか迷っちゃう。匂いがすごい。私あれしてたよ、これ乾燥機ない時、これを買ってキャリーとかの荷物に。あー確かに、服がもういい匂い、やばい。レベティになる。レベティ、これ買いました。じゃあそれで言ったらなんか異国の国シリーズで、わかる、異国の国。いや楽しかったよね。このスバクウォーターと、まあ、ボンボンはこれ多分いろんなところで手に入ると思うけど、普通に飲みたくて買ったのと、これね、カラマンシーとマンゴーのこれカンカンなんだけど、
これフィリピンでめっちゃ飲んでたの、なんかフィリピンコーナーができてて、フィリピンのお菓子とかジュースとかあの調味料、すごいね、ドンキ、そう世界のなんとかみたいなので、めっちゃフィリピンの調味料置いてあって、でこれくっそ懐かしいの私からしたら、もう子供の頃の、カラマリ、なんかカラマーシってこのなんか酸っぱいなんかライム的な、なんかフィリピンでは結構なんかオーソドックスっていうか、ジュースとかちょっとスパイス、ライムみたいになんかさちょっとアクセントとかはもうカラマーシを使う、やばいマジフィリピン行きたい。海外コーナーではあとこれ買った、なんだこれ、何なの結局これ、なんだっけ、えこれ美味しいんだよ、カップ麺食べたことないえある気がする、これなんだっけな、韓国ででも超見たことある、えあるよね、有名、これガチうまいんだよこれね、カップラーメン買おうか迷ったけど買っちゃった、韓国うどんで辛ラーメンだった、あー分かんの、あ迷った、僕も買っちゃった、でもすぐなくなるから、そう最近辛ラーメン食べたら、でもねこの前食べたすぎてもうコンビニまで帰ったぐらい食べたかった時があったから、分かる、やっぱ家になきゃダメだなって思って、分かる分かる、5袋で800円ぐらいかな、700円ぐらい、辛ラーメンは家にいなきゃダメだ、うん、そうだね、ちょっとお腹空いたら食べたいわ、韓国ラーメン系はやっぱ家にあった方がいい、うん、しかも味間違いないし、そうなんだよ、キムチと最初に食べてさ、ね、満足度がすごいわけ、食べたいわかる、口の中が今やばい、なんか駄菓子屋さんコーナーでこれ普通に買っちゃった、サワーペーパー、懐かしい、駄菓子屋さんコーナーがあったんだよね、渋谷のドンキ、これ香り系、部屋のそこら中に置いとくやつ、これは普通にあのペットの匂いとか消臭してくれる、衣装部屋に置いとくのとケンタロウとカンカンのペットの近くに置いとくのと全然減りが違うの、だから多分本当に、あ、そういうこと、うん、とあとこれは使ったことないんだけど消臭リキのなんかウッド、ちょ開けてみていい、これ何、どうやってやんの、え、ちゃんと見てやりたい結構難しいんじゃないの、そっち系って、外カバーをひねって開けて、これをひねって開けるのね、あ、オッケー、これを開けて、これ開けてセットしろって、これで終わり、うん、あー、なんかシャンプーみたいな匂い、髪につくんだ、しれあ、っていうちょっとウッドじゃない、いい、うんうんうん、なんかちょっとウッド、でもフローラル、これどこに、どっかに置きます開かないんだけど、リップ買ったんだよね、グロスか、グロスオイル、え、これ開けて、さあ、ありがとう、エクセル、エクセルだ、エクセルのニュアンスグロスオイル1400円、あ、マンゴーキュイっていう色、あ、かわいい、マンゴー色、そういうの最近撮影でつけた時にめっちゃかわいいなと思った、ね、最近オレンジのグロ、てかグロスもつけたいの、ツヤツヤ気分だよね、そう、もうマットはもういいってなって、うん、オイルだって一応口にもいいね、いいね、リップオイル的なこと、縦じわのよれを防いで、めっちゃいいじゃん、縦じわあるからね、めっちゃいいじゃん、これで終わり、私もあとちょっとしかない、これはね植物に刺すやつ、栄養剤みたいな、あの観葉植物とかがちょっと元気ないなみたいな時とかにあげるやつを買った、これね安かったんだよね、1000円もしなかった、安いから買っとこうみたいな感じで買って、でこれは壁にかける用のフック、あの賃貸なんですけど、うち賃貸だからあのドリルとかでさ穴開けれないわけよ、壁にかける系のやつの時に困るじゃん、でもこれはねなんとね2キロいけるわけ、このフック、でこれが一番ね重さに耐えられる、うんうん、からこれ賃貸でめっちゃ重たいのかけたいよっていう人は、まあ、おすすめかな、で最後は私最近寒がりで冷え性なので、何これ、まるでこたつ靴下サプリだって、え冷え対策、これすごい、すごくない、これね独自の温熱刺激で足首を温めつま先まであったかっていう、とにかくあったかいだって、これ見てさ、冬寒いから家で履く用のソックスを買いました、終わり以上です。まあやっぱドンキには必要なものはいっぱいあったね、いやわかる、でもなんか、え絶対ないって思ったの、最近コストコ行ったし、もう絶対欲しいのなんてないって思ったら全然あるこんな感じです、みんなもドンキ
行ってるよね行ってるよねドンキーラブー